ってきたばかりだから柔らかい。おいしい。こんばんは。今日はリリコレの稽古に参加してきました。なんか久々でした。みんなに会えたの。嬉しかった。秒で食べ終わるんだけど。おさわりしてきましたか。マジで言ってることマネージャーさんと一緒なんだけど。稽古終わりましたって言ったらさ、おさわりしましたかって。私そんなにあれですか、おさわりマンって見えてるのかな。アイスが溶けて食べやすくなるってやつ。そう、さすがに人見知りはいきなりできないですよ。一応人見知りなんで。ラスト。私人見知りですよ。人見知りなんです、こう見えても。信じられないと思うかもしれないけど、人見知りなんですよね。いやー、かんなちゃんがあげてくれた、リツイートしたよ。マジでもう本当あの舞台以来の人も多いんで、でしかも初めましての方もいらっしゃるんですよ。あまね様とか、あと素直のかな、もう初めましてなので、グミ食べるっていう。初めましてのキャラクターいるんですよ。
今日は千一だけ、今日は千一だけ。だからロネスネスにはまだ会えてないんですよ。いろいろ食べますね。だってなんか食べても食べてもお腹いっぱいにならない。X になったらリツイートって言うんやろうか。え、本当に X になるの？キックオフ新種見終わりました。え、上がってるんですか？上がってます？Web1 がもう X ねえ、嘘マジ？なんで X にしたの？なんで X なの？食べてんが来てる。ありがとうアイス。食べたよもう。X じゃなくていいじゃんね。リリコレ、リリコレ楽しみ。これ楽しみです。みんな本当優しいし楽しい人たち。会社が X 社なので。え、そうなの？だからってこと？なんだ、なんかさ、重要っていう書類が届くとさ、え？って思っちゃうの。なになに？って。8月の予定がだいぶ埋まってきて楽しみしかない。やばいですよ、8月いっぱい埋まってきました。8月はえマジで、週末全部謎活デーですよ皆さん皆さんマジで、はい一日だけないのは週末で、12、13ってなんかあった？12、13なんかあるよ。12はないけど、12はないけど今のところね、12はないけどあとは全部あります
さん、皆さん、12日以外の土日は全部開けてください。はい、お盆にあるんですよ。そんな感じでございます。前髪切りたい、切ろう。今日焼肉行く予定入れちゃった。焼肉と私どっちが大事なんですか。重い。焼肉と私どっちが大事なの。いっぱいあります。謎活三昧、墓参り行かないで待機します。いや、墓参りしてください。お墓参り大事だよ。私も全然さ、おじいちゃんとおばあちゃんのさ、お墓参り行けてないんですよね。母方も父方も。土日ほとんど埋まる感じですか。そうです、8月は土日全部12日だっけ、今のところ何もないだけで土日全部埋まりました。予定入れすぎて前みたいに倒れないように。そうね、そうね、ね、楽しい楽しい週末になりそうです。楽しい楽しい。墓参り行きたいんだよね。なかなか行けてないんですけど。すごいさ、暑くってさ。暑すぎない？もう部屋帰ってきた時マジ暑くて、本当に最悪ですよ。暑すぎる、暑すぎる。半袖でも暑いんだもん。本当に半袖で暑いって何？全てがサウナです。本当にそんな感じ。こんばんは。ほんとサウナ状態よ、マジでサウナですよ。前髪切りたいけどさ、前髪新しくしたいんだよね。母なさも長野出身、長野出身ですよ。母なさも父なさもみんな長野出身。マジで長野県民です。母なそも父なそも。38度、やば。純日本人、純日本人、純長野県民です。はい、もう生まれも育ちも長野です。そうなんですよ、生まれも育ちも長野です。で、
さ、私さ小さい頃からさ結構さ首とかさ熱いとかいてさ背もとかできてた人なんですよ。でもさ、ほんと大人になってからさ全然できなかったのにさ、こっち引っ越してきてさ初の東京じゃないですか。汗もできたんだよね、首やばい。こんなんなったのマジ小学校とか幼稚園とか以来なんですよね。東京の暑さやばいってことに本当に気づきました、マジで段違いやばい、もう本当に最悪です。だってさ少し外に出るだけでさ滝のようにさ汗が出るんだよ、まあ、そりゃなるよね。本当に無理本当にやばい、滝のように汗が。軽井沢とか三宅みたいな涼しいところに引っ越したい。でも三宅もだんだんもう暑くなってきてはいますよ。あの年々ね、年々本当に暑くなってきてて、エアコンを買うくらいですから。あれまだ7月なのにね、7月になったらどうなるんだって感じじゃない。本当に暑すぎる。引っ越して常にいる東京の夏は初体験か。そう、初なんですよマジで。こんなに暑いな。エアコンがないと何レベル、なんだ死ぬレベルかな。私もだって基本つけっぱなしだもん、ずーっとつけっぱです。ずーっとつけっぱ。本当に少しのお出かけだったら消すけど、あ、違う、少しのお出かけだったらつけっぱなしにするけどって感じ。長時間だったら消すって感じかな。やばいよね、死んじゃうよ。電気代見るのが怖い。わかる、電気代怖いよねマジで。電気代怖いですよね。もう請求見るの怖いもんだって。本当に、どうしたらいいんだろう。電気も値上がりなの嫌だね本当に。命に変えられないと思って覚悟するしかね。そうなんですよね、マジで。これからねどんどんお金かかりますよ。いやマジで さ最近ね、マネージャーさんと話してて、あの強制するかっていう話になったんですよ。強制
矯正した方がいいねみたいな感じの話になって、こっちの歯がさ後ろに出てる、後ろに行っちゃってるんですよ。でこれを前に出したいねって話して、この間その歯医者さんというか行ってきたんですよ。見てもらってで、そう、今のままが好きっておっしゃってくださる方は嬉しいんですけど、これからのそのお仕事の関係とかでした方がいいねって、長く見た結果でした方がいいねって話してて、で、あ、若いうちの方が安いの？やばい矯正こんなんするのってマジで目ん玉出るぐらいやばいです。私の場合ここだけだからなんかちょこっとだけかなって思ったの。でも上直すんだったら下も直さなくちゃいけないらしくて、私上下でやる可能性高いやばいよね。マウスピースは安いと聞きました。マウスピースは安いんですけど、私の場合後ろに行ってるんですよ、この歯が。だから後ろに行ってる歯が前に出てくる可能性はちょっと分かんないからっていうので、やばかったマジで、えって、で親知らず私上に2本生えてて、矯正する場合抜かなくちゃいけなくて、やばいです。いやばいマジで。上下で70万は安いですよ上下で70万は安いですね。上下で70万は安いですよ、全然安い、全然安いと思うけど、いう感じ。いやでもね、なんか医療費控除が使えるみたいなのを聞いて、でも医療費控除をどうやって使うのか分かんなくて、私どういう計算でどれぐらいあれなんだろう、あれ戻ってくるの？医療費控除って何？どういうこと？2年ぐらいかからない？マウスピースだと2年って言われました。矯正だと1年ぐらいって言われた。後から戻ってくる。戻ってきてほしい本当にやばいもんマジで。でもさ、歯並び綺麗になってさ、将来今後の自分がさ得するならさ、もう投資よって思うようにしないとね。10万超えると控除対象ってやつかな。あ、そう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 、そんなようなこと言ってた。こんばんは。
私もさ歯並び綺麗の方だと思ってたの、ここの歯だけかなって。意外とね下の歯がねあれなんですよ、下の歯が悪いらしい。なんか上の歯を綺麗に直しても下が綺麗に直ってないと上もこう噛み合わせでやなんか治ったとしても下に合わせて悪くなっちゃうからとか言ってて、やばいマジで。歯医者さんなんて全然行ってないし全然行ってないし。びっくりしたっていう体験でした体験でした。健康保険使えないから初期投資がえげつない。こんばんは。歯医者には定期的に行くようにしてます。だってでもさなんかこっち来てっていうか、まあ、新潟でもそうだったんですけど、かかりつけの歯医者がないからなってなってるかかりつけの歯医者がないからな。歯医者とか中学くらい以降行ってない気がする。私も全然行ってないですよ、マジ覚えてないもん。ショールームでラベルついてる水見るの初めてかも。嘘、見えてなかっただけじゃない？結構ついてますよ。この前歯医者の院長先生と LINE 交換しましたなんでこんばんは、こんばんは、こんばんは。歯医者予約飛ばしてしまってから行ってない。なんで飛ばしたのなんで飛ばしたのよ、行かなきゃダメじゃん。でもなんか下にも親知らず埋まってるんだって。私やだ、親知らず本当にやだこっちはね生えてきてるらしいよ、下全然わかんないけどね、全然わかんない。視野はまだ埋まってるらしい。埋まってるやつ取るのとか絶対怖いよね、絶対痛いじゃん、絶対腫れるじゃん、やだ。半年に1回くらいクリーニングに行ってます。保険も使えるし。あ、そうなんだ。歯茎の下に隠れてるんですね。そう、こっちはね、下はね、上はね、もういます、普通に。でも抜いた方がいいねってなってる。上はそんなに腫れないんだって。いやー、いや、先に
この親知らず抜かないと矯正できないので、するとしたらね、抜かないと歯がきれいに整列してくれないんだ。パズルみたい。わかる、パズルだよね。てかさ、なんかね、私下の歯大きいんだってなんかそのね、矯正するかしないかみたいな話をねしてくださった先生が言ってたんだけど、下の歯が大きいですって言われた。下の歯が大きいんだって、私そんなって思って、私ちっちゃい方だと思ってた。大きいんだって私、下の歯。へえって全然わかんないと思ってさすがさすが先生って思った。ほんとこの歯がちっちゃくてやだ、ちっちゃいんだよこの歯が、こっちと比べて。洗い物担当大臣に一言、頑張れ頑張れ。家族にだけちょっと矯正の値段教えよう。びっくりしちゃうと思う。お姉ちゃんがえって言ってる。やばいですよ。矯正ってそんな高いの？高いよね。高いんですよ。びっくりした。サマージャンボ当てなきゃね。本当に当たってほしい。マジで。本当に当たってほしい。マジで。マジで2週間前に下の親知らず抜きましたって。うわー、舌痛いって言うよね。やだマジで当てたい。本当にマジで当てたいです、サマージャンボそうなんですよ。パパナソーはまた7億の男なのかな知らん。姉ナソーお金ない。私もお金ないよ私もお金ないよ。本当にマジで矯正始めたらマジで無一文本当に本当に悲しいよ。こんなに車買うようなもの、いや本当にそうよ、車買えちゃう普通に。車がいくらか知らないけどドラム式洗濯機が遠のくわかる本当に
ドラム式洗濯機欲しいと思ってたのに。パパがチーの強制代のためにさ、マジャンボ買うかって言ってる。やば。新車は買えないような。新車がでもいくらなんですか？車は私わかんない。本当に。時間もお金も食事制限も大変だ。本当にそれ。でも強制始めたらさ、絶対さ、自然とさ、食べれないですよね。自然と食べれないと思うから。考えたら。今は最低200万くらいかと。なるほどね。なるほどね。車買えちゃうものを歯につけてるってことでしょ。怖っ。怖っ。マジ？そうなんだ。矯正始めたらおそらく何言ってんのか聞き取りづらいところも増えてくると思いますが、いつ始めるか分かんないけど。マジで。一生もんと思えば。強制するとその間のお仕事も大変よね。まあね。でも するとしても私見えるとこにはつけないので、裏側につけるので、だからそういう面では大丈夫ですけど、でも歯抜くのをさ、親知らずだけでよかったですよ。他にもさ、抜いてさ、入れなきゃいけないと、なんかこうね、やんなきゃいけないってさ、って思ったらさ、よかったって。もっと可愛くなるのを楽しみにしてます。だって。刃は私生えてきてないんですよ。刃は生えてきてないので、特に。刃とかあったら多分抜かなくちゃいけなかったと。そう、親知らず抜いて少しずつ動かす感じ。そうそうなんですよ。まずね、ここをなんかこう前に出さなくちゃいけないですけど、なんか出すためにはやっぱここを抜かないとちゃんとこう綺麗に並ばないしっていうので、でなんか抜いて、ここ抜いて、ここを前に出したとて、なんかこう噛み合わせとかの関係で下もやるし、下も綺麗に見えて意外と歯並び良くなかったんだって思って、そう、そうなの。ねえ、大変だ。前に出すスペースを空ける感じですかね。噛み合わせも悪いの。いや、私は そんなに自分で食べたりとか噛んだりしてて噛み合わせが悪いとは感じないけど、上が綺麗になってもう下がなんだろう、上みたいにもともと綺麗だったらいいんだけど、
ていう感じ、わかる、言いたいの。上が 100% 綺麗です。でもこっちは例えば 90% しか綺麗じゃなかった、残りの 10% は汚いってことじゃないですか。で上が 100% 綺麗でも下が 90% だったら 90% に合わさっちゃう、上がね。だからだったら下もやった方がいいですねっていう感じ。100% するためにってことよ。嘘って思ったもん。マジで生きるって大変。歯磨きで力入れすぎて歯茎が傷ついてるって注意されたことがある。歯医者さんはみんなそれを言う。でもみんな言うってことはさ、もう正しいんですよって思わない、ね、特に私なんか埋まってるんだってこっちの歯が。だから年々なんか歯並び悪くなっちゃいますよって。アイスは禁止されないんですか。なんでですか。噛むって大事、噛むって大事ですよ。本当に下の親知らずほとんど埋まってます。マジで思ったよりも高かった。びっくりしちゃった。マジで。パルムとかあずきバーは硬いと影響するからやめときましょう。パルム硬くなくない？最近溶けてるパルムしか食べてないからかな。硬いって感じないです。柔らかい。頑張って働かなきゃ。矯正するために。イエーイ。口内炎にならないようにね。なりそうだね。やだね。マジで。モチベができたじゃん。いいモチベなのか。いいモチベならいいんですけど。無理だよ。マジ一瞬悩んだもんね。本当に矯正する私って。って。なった。健康的に不可欠だからね。ねえ、本当に。でででで。
こっちも謎活のモチベになるって私と強制で本当それってモチベになるの？マジでマジで本当にどういうモチベの保ち方どういうモチベの保ち方よびっくり。ちかなちゃんの強制のために謎活頑張るぞってどんなモチベーションの保ち方な。いやおもろいな。そんなことある？そんなことある？いや、頑張って押さないと謎が稼げなくなると思って。ありがとうございます。ありがとうね。もうと思ってくれてるだけで十分嬉しいですよ。体のメンテナンスって意味でも大事だし ね、 確かにね、大事だよね。ほんとみんな歯は大事だよ。歯は大事だよ。頑張れば大事だが無理は禁物です。大事だよ。入れ歯にならないように気をつけます。ほんとそれでも入れ歯になったとしてもなんか入れ歯をしてちゃんと美味しいもの食べれるようにしといた方がいいと思ってて、私あくびしたら涙出てきちゃった。そうって思ってる。なんか泣いてるわけじゃないですよ。入れ歯しないで美味しいもの食べれないんじゃなくって入れ歯してちゃんと美味しいもの食べれるようにしといた方がいいと思う。って思うねえ。8020運動ですね。何8020運動よ。酔っ払ってでも歯磨きして、おおいいじゃん。80歳まで20本の歯みたいなやつ。へえ、そうなんだ。今はさ、ほら私より長生きしなくちゃいけないからさ、なおさらね頑張っていただいて、ねね、頑張ってね。あと60年はね頑張っていただかないといけないのでね。そう、私が80まで生きるって考えたあと60年ほどなのでね、60年みんな頑張っていただいて世界最高齢になっちゃう。いいじゃん、ギネス乗ろうね。まあ、今50歳ぐらいの方なら110歳、40歳の方なら100歳ですね。頑張っていただいて
60近い方は今120歳ですね。頑張っていただいて。長寿の秘訣は、答え安藤千佳奈さんです。いいじゃん、かっこいい、頑張れ。頑張ってみんな、あと60年。あと60年、スローガンにしな、あの今年の。あと60年頑張る。来年になったらあと59年頑張る。いいじゃん、そうしようよ。アバター作る。はい。あと60年。そんなカウントダウンは嫌だ。頑張ってね、みんな。ちょっと疲れたからもう私終わりにするわ。ということで、男女読みます。13位ナチュラルさん、13位ナチュラルさん、12位マツさん、12位マツさん、11位キクマルさん、11位キクマルさん、10位スギンヌさん、10位スギンヌさん、9位キヒロさん、9位キヒロさん、8位ユウさん、8位ユウさん、7位パンダのテオさん、7位パンダのテオさん、6位タッチンさん、6位タッチンさん、5位マサさん、5位マサさん、4位マサミンさん、4位マサミンさん、3位ナリスタさん、3位ナリスタさん、2位カブさん、2位カブさん、1位リナオさん、1位リナオさん、ありがとうございます。はい、ということでね、すごいアイスが来てた、ありがとうございます。すごい不思議な配信だったね。ありがとね。またね。バイバーイ。